はい、どうも皆さん、こんばんは。今日何時間やってんだろうな。4時間枠、多分3枠目、4枠目、多分10時間12時間ぐらいぶっ放して放送をやってると思うんですけど、2017年12月4日、12時55分です。よろしくお願いします。今何時間ぐらいやってるんだろうな。ちょっと見てみようか。12月4日4時間、12月4日4時間、12月4日4時間、16時間放送してますね。だから20時間雑談する状態か。20時間雑談できるやつっているのかな？すごいな、我ながら。狂ってるな。狂ってるよ。我ながら狂気を感じるわ。いや、やっぱりね、戦うときは徹底的に戦わないといけないで。今現時点で16時間喋ってる状態かな。で、この枠やりきったら20時間喋りきったことになるのか。配信好きでね。なんか好きなものからあんま逃げたくないんだよね。顎とか、その肩が凝るとかは一切ないんだけど、その頭が痛くなってきますね。やっぱり喋ることって脳をすごく使うから、要はね、本当に幻覚とか幻聴とか聞こえてくるんだよね。やっぱり限界を感じることは結構多々あるかな。で、なんかこうね、よくリスナーさんから来る質問の中でよく答えることなんだけど、過去のことについて聞いてくる人が結構いるんですよ、コメント欄で質問で。僕の配信で過去起こったことは全部消化していくスタイルなんで、絶対に放送で喋ってます。で、放送、もし過去のことが知りたかったら放送を全部見てください。はい、以上です。はい、それは見た人の特権です。見てる人の特権です。見てないのは僕の問題ではありません。見てください。知りたかったら追っかけてください。大歓迎ですよ。偉いとかね、偉くないとかあんまり関係ないですね。偉いとか偉くないであんまりよくわかんない。偉い人なんかいないと思ってるんで。偉い人ってどんな人ですか？僕は偉い人間なんて見たことないです。
やっぱりその配信外でやることっていうのが結構あって、俺が配信外でやることはね、お風呂に入る、ご飯を食べる、まあ、たまにね、配信中にご飯食べることもあるんだけど、ほとんど配信外で食べる、お風呂に入る、あとは文鳥と遊ぶのは配信外ですね。すごいよね。でもさ、16時間今放送が終わって、この枠4時間枠やったら20時間雑談やってんだよ。他にそんな配信者いる？いなくない？我ながら狂ってるなって。多分一番長かった頃で、ニコ生の時に36時間かな、36時間雑談ぶっ続けたことあるんだよね。あの時は本当やりきったなと思ったもん。今日ね、夕方から予定があって、便所さんのイベントに行こうと思ってるんですよ。ロフトプラスワンでやる。で、ちょっと便所さんのトークとかを勉強していきたいなと思って。なんか、荒野と光くんも出るのかな。だから、ロフトプラスワンに、プライベートでちょっとお忍びじゃないけどね、行って。やっぱり、ね、俺も大手だから、深々と帽子をかぶって。和道さんですよねって言われたね。着替えバスって言うから。全体使いバスって言うから。もし、便所さんのイベント来る人いたらね、声かけないでくださいね。やっぱりね、スーパースターなんで、見バレすると困るんでね。あ、わざわざ会えません。全然使いますよ。って言うから。まあ、それでね、今寝ちゃうとさ、その夕方のイベントに間に合わないっていうのがあるんで、まあ、このまま配信続けようかなと思って。あ、配信好きっすね、本当に。配信好きだな。まあ、でもね、今日の夜24時間まるまる寝たから、まあまあいけるっしょ。寝だめをしてるからね。眠るストックがあるから、多分大丈夫だとは思うんだよね。イベントってどんなこと話すんだろうな。ちょっと楽しみだな。配信とはまた違ったね、配信者のトークのスキルとか見れるっていうのは結構勉強になるよね。好きなものって人間って好きなものをやることすごく大事だなと思ってて、それなんでかっていうとさ、うわ、タバコも2箱吸ってるわ、やば。そりゃそうか。ちょっと気をつけないとな。びっくりしたわ、今タバコ2箱目吸い終わろうとしてるわ。これは頭痛くなるわ。何話そうとしたんだっけ？
ニコ生で鍛えられたっていうのはすごいでかいよ、本当に。キャリアの一番最初、一番きついところで、こう、ね、キャリアを積んだっていうのはすごく武器になるからね。多分ツイキャスとかふわっちから始めてたら俺多分無理だったと思うね。多分無理だったと思う。喋りそのものに多分普通にやめてたろうな。ニコ生で育ったっていうのは財産だよな、本当に。なんか今のふわっちはニコ生勢を取り込んでからだいぶニコ生っぽくなったっていうのが俺の判断かな。予算が来るまではこんなに荒れてなかったんだよ、本当に。予算が来てニコ生のファミリーが来てからニコ生のファミリーが来てからだいぶなんかリスナーのノリが変わったかなっていう。俺が叩かれ始めたのもそこら辺からなんだよね。ニコ生勢が来たっていうのはちょっと俺にとってはデメリットだった部分はあるよな。そこはでかかったんだよね。だから不思議だよな、ニコ生の。ニコ生がもうダメだって言って、ここじゃなくてふわっち行って楽園だなと思って、すげえぬくぬく囲われてたのに、ニコ生リスナーが来て空気が悪くなるっていう、その、何の因果なんだろうな。だから、全体的になんか、喧嘩が多くなってるのとかも、それが結構あるんじゃないかなっていう。ポンプがうめえかんな。ポンプがうめえかんな。まあでもだんだん、その、あれ、和道っていいやつじゃんみたいな空気になってきてるけどね。ここ2、3ヶ月ネガティブキャンペーンが結構あったけど、あれ、和道面白いよねみたいな空気ができてきたよね。再評価っつうか、それは結構でかいなって。やっぱ正しいことをやってたら評価してもらえるんだよね。リスナーさんってバカじゃないから。やっぱね、神様ってあるよね。正しいことをやってたら、正しい結果が生まれるっていう。
何か生み出してる生主っているのかな。なんかねえ、何も生み出さないとか無意味とか無駄とか見る価値がないとかよく聞くんだけど、何かを生み出してたり何かが価値がある生主っているの？いるの？どうなんだろうな。なんだろう、その素人とかだと思うんだよな。生の素人だからこその面白さみたいなのあると思うんだよね。うん、話題を作ってるかどうかじゃなくて、配信会で起こったことをネタを全員で回してるだけな気がするんだよ。誰かが事故を起こしてしまって、その放送事故に全員が乗っかるっていう構図だと思ってて、どこ見てもその今日の放送のハイライトみたいなのを見ないといけないから、だから配信者で俺が唯一やってない作業がその監視なんだよね。そう、どこで誰が何してるっていうのにみんな詳しすぎるっていうか、すげえなみたいな。多分その張り付いて見てるんだろうな、閲覧1位とか2位とか3位とかマルチウィンドウで。それは大変だなーとか思う。なんかその FX とか株みてえだなと思って、なんかそのネタを作るよりネタを拾っていくっていう作業になっているのかなって。芸能人のワイドショーみたいだなってね。監視は大変だよね。俺監視は唯一できないんだよな。すげえよな監視してる人って、よっさんの第一声、今日ニコ生でなんか事件あった？あ、それは逆になんか王者の風格だな。もう要は監視業すらもう社長の発想だよね。リスナーにさせるっていうか。それはすごいね。あ、効率的だよね。あ、すごいわそれ。それはすごいわ。すげえね。まあ見てな、あのこの最後の閲覧はあの閲覧1000超えてるから、雑談だけで1000超える奇跡の配信見せてあげるよ。断言する。あの4時間枠、要は夕方の何時だ、今1時だから、夕方の4時か、夕方の4時、4時間後には閲覧1000超えてますよ。うわすげえって、雑談でワド本当に実力あったんだってなるから。有言実行のワドですよ。あのトーク一本でここまでできるんだっていうのを見せてあげる。売名一切なし。一周ね、だからその和道転生っていう、そう
和道嫌いだわ、つまんねえわ、他の枠巡回して2年後、うん、和道面白えな、和道転生っていう、そう独自路線でやってほしいっていうか、なんかこう配信会っていうものじゃなくて、やっぱその個で勝負するっていう方向に行くのが普通かなとか思ってて、今日イベント行くよ俺、うん、だからなんつうんだろう、うん、ピンでやってる人が好きかな、うん、ピンでやってる人っていうか、うん、雑談は一番スキルがいるからね。喋りってすごい、知的というか、インテリジェンスなものじゃない？喋りってコミュニケーションの究極系だと思うから、喋りは極めていきたいかな。やっぱ、その、自分で唯一自信が持てるっていうか、圧倒的に人よりも卓越してる能力っていうのは喋りぐらいしか思いつかないから、この仕事は極めたいなとは思ってる。喋りで食っていきたいからね、俺はね。今後ねコメントは一切読まないことにした、さっきの枠でも説明したんだけど、コメントは一つも読まないっていう、米読まぬの掟をもう自分にしたから、一生コメント読むことはないです。はい、一生読まないですね。今後コメントを読まずに、自分語りだけをしていくっていう、そうやっていこうと思ってる。さっき決めたんだよね、いろいろ考えた末にこのままの俺じゃダメだって。これからの時代はコメントを読まないで、要はその俺の放送をなんて言うんだろう、壁だよね、見えないこう壁を作らないといけないって。今まで全部のコメントを読んでしまっていたんだよ。だからそのコメント読まれたっていう感動がないわけですよ。そう。でもそのコメントが読まれないことによって読まれたいから、そのコメントを打つっていうこういいスパイラルを生み出したかったのね。いいスパイラル。だからどんな種類のコメントも俺は読まないっていう。ただその参考にはする。参考にはするけれども、自分の頭の中に内包してない言葉は出さないっていうかさ、そうすることによって多分リスナーさんの一体感も作れると思ってるから、俺はもうコメントは一生読まない、参考にする、それが俺のスタイル。だから和道流の原型が完成したんだよね、奥義でもあるし、だからその俺のコメント読まれたんじゃないかっていう、あれ今読んでくれたの俺のコメントみたいな、やっぱサプライズ感があるじゃん。だから俺はそういう感じでやっていこうと思う、今後は。だってコメント読まれない方がさ、コメント盛り上がらない。なんつうんだろう。コメント読まれない方が気楽でよくない？みんなも。なんか好きなこと自由に書ける空気感になるんじゃないかなと。コメ読みすぎてたんだよな、多分。
多分俺はね、唯一気づいたっていうか、あれコメントって読む必要なくね？みたいな。5年かかったよ、ここまで来るのに。この奥義を得るまでに俺は5年かかった。5年間、そう、コメを読み続けて、コメントを読まないという結論に達する。それすごいことだと思うんだよね。だからよくさ、あるじゃん。ピッチャーがさ、いや、投げないんですよって。投げてるからダメなんですとかさ、水泳選手もね、なんか言いそうじゃん。いや、泳ぐのやめたんです、みたいな。え？みたいな。金メダル取ったじゃないですか、みたいな。どういうことですか、みたいな。だからそういう、ね。だからプロボクサーも、打つんじゃないとか言うじゃん、よく。わ かる？わかる？パンチは打ってないんですとか言うでしょ？うん。一流のスーパースターの歌手が言うじゃん。僕はステージで歌ってなんかいないよとかさ、ああいう感じ。僕はコメントなんて読まないみたいな。どういうこと？みたいな。そういう、なんかこう、なんか、巧みな感じを出していきたいね。巧みな感じ。巧みな感じでいきたいです。いや、だからもうなんか定説になってるわけじゃん。コメントは読まなきゃいけないとか、コメントを読むやつは大手になるとか。本当？っていう。絶対ないと思うよ。ブロックはするけどね。ブロックはやっぱ、やっぱり確信をついてくるやつは、やっぱり悪影響を及ぼすんじゃないかっていうね、そういうことがあるから、やっぱり傷つきたくないし、俺はぬくぬくとやっていきたいっていう部分があるから、全力でブロックはするよね。いや、確信は疲れると、やっぱり傷ついたりとか、寝つきが悪かったりとか、いろんなね、精神面で良くないことが起こるから、ブロックは全力でする。ただコメントは読まない。それが俺のスタイルですね。いや、聞かない配信者なんかいないでしょ。全員聞いてるでしょ。全員聞いてると思うよ。俺、聞かないやつ見たことないもん。でもまあ、今月は俺、月収100万勝ったって思ってるし、閲覧1000キープいけると俺は思ってるね。俺はいけると思ってる。まあ参考ぐらいかな、コメントは。参考。でも、要は参考っていうのはどういうことかっていうと、リスナーからの振りに対して、リスナーからの振りじゃない感じで、自分発信みたいな感じで話していくよね。俺のトークみたいな。お前の話題は俺のもの、俺の話題も俺のものみたいな。だから、なんでこれがいいかっていうと、YouTube を見てる人からすると、和道さんキャパシティ半端じゃねえみたいになるから、知識の泉やんってなるじゃん。わかる？動画を見てる YouTube の人たちが、嘘だろって。なんでこの人何十時間もこんなに話題豊富なんやで、なんやろうってなるから。そう。だから、人からもらったいい話題は、全部俺の言葉として全部発信する。
全部俺が俺のもの、うん、だからあのコメント書くだけ俺の養分、そう、だから粋なコメントは全部俺の養分になる、だってさ、コメント全部読んでもらえたらさ、コメントに価値なんかなくなっちゃうじゃん。この人いつでも読んでもらえるんだってならない？なんかこう、あ、和道さんに読んでもらえた私のコメントみたいなさ、そういう感動ってあるじゃん、正直。大手にはあるでしょ。うわー、誰々さんに拾ってもらえたって。俺の枠でそんなんないもん。それは全部読んでくれるからだよ。全部読んでもらえるから。だからもっと、あれ今私のコメントをもう少し拾ったんじゃないみたいなので、その日一日幸せになるっていうか、そういうなんかこう見えないサプライズとか見えない仕掛けみたいなものをうまく作っていかないといけない。だから俺は苦肉の策だよね。本当は全部コメント読めるし読んであげたいんだけど、俺はメタモルフォーゼしたんだよ。メタモルフォーゼ、うん、気づいたよね、うん、ぴったしカンカンですよ。ぴったしカンカン、うん、いやだから卵が先か鶏が先かっていう話なんだけどね。人が増えたから変わりますっていうのは俺は配信5年やっててないんだよね、一回も。人が増えたら変わるっていうのは悪くなる時にはあるのだけど、配信スタイルを変えて人が増えるっていう方が正しいと思うんだよね。まあ鶏が先か卵が先かっていう話なんだけど、うん、俺はそうだと思うよ、うん、俺は本当にそういうもんだと思う。だからまあ自発的に変わりたいと思ったのよ。自分発信で変わらないと新しいものが手に入らないなって。俺は次のステージ行きたかったから、うん、大手にねならなきゃいけないし、月収ね配信で初の1億円プレイヤーになるっていう夢があるんだから、うん、だから俺は今後コメントを読むことはないです。一生涯コメント読んだら引退します。引退するっていうかもう消えます。本当にコメントは読みません。俺はコメントを一切読まない、うん、コメントを読んだ時は俺は引退する。わかりる？コメント読んだら引退。俺はそれくらいの覚悟、うん、侍だからマジだから、うん、これマジ一生コメント読まないです。はい。読みません。うん、一生読まない、うん。ついに誕生。コメント全力で読まない配信者。いやだから逆にコメントがなくても喋るから、俺はコメントに頼らなくてもさっき4時間話したから悟っちゃったんだよね。うん、悟った。コメントが必要なくなったっていうか、だから卒業だよね、尾崎豊の、うん、そう、リスナーからの卒業、コメントからの卒業、うん、そしてアイテムの入学。そう。マンスリーランキング上位の入学ですよ。だからアイテムはもらう。全力でもらっていく。コメントは読まない。うん、閲覧も気にしない。アイテムはありがたく
いただく。それが俺の考え方。それが俺の考え方です。いや俺はこのスタイルにさっきの枠に変え、さっきの枠で変えたんだけど、俺は見えたよ。あ、これは月100は硬いっていう、来たっていう、閲覧線月100見えた、完全にピンで和道ワールド、和道ワールド、完全にゲッツ。でも残念な人もいると思う。いや和道の米読みスタイルが好きだったんだよねっていう人もいると思う。でもやっぱりいつか気づくと思うよ。あれ？コメント読まないのいいなって。お波動が言ってたこと分かったわ、みたいな、コメント読まれない方が、コメントを書けるわ、みたいなね。コメントが止まらねえわ、っていう。俺も喋りが止まらない。で、コメントも止まらない。アイテムも止まらない。全員勝ち。全員ウィン、ウィンウィンウィン。理想系でしょ、理想系。究極の配信、新しい配信の形。あとはまあリスナー同士こう仲良くなっていくんだよ。和道が面白いだの、面白くないだの、それでいいと思ってる。俺はだからもう勝ったよ。今日悟ったから。まあいろんなね配信の楽しみ方があると思うんだけど、もうこれは決定事項だからさ、もうルールだからコメント読まないって。だからついに暗黒ルールとかあるじゃん、放送にルールってあると思うの。俺ルールを唯一設けなかったの、一つもルールを設けたことがない、一回もないんだよルールを。ただ唯一5年目にして完成したのが和道ルール、だから旅団ルールだよね、旅団ルール、旅団の掟、コメントは読まない、コメント読んだら終わり、ゲームオーバー、ゲームオーバーです。でもそれがいいと思うの、やっぱりその好き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 ってやればやるほど、なんかこうあれみたいな時って来るじゃん、お互い。だから3年ぐらいとか2年ぐらいするとあれって好きなのかなみたいな、だけどその程よい距離感でいるとやっぱり片思いってお互いずっと続くから、片思いが続く。でも本来そういうもんだと思うよ。なんかその生放送の配信者は自由に表現をして、向こう側がツッコミを入れたりとか、バカだなとか面白いなとか、その向こう側の世界とこっち側の世界が完全に切り離されてた方が俺はありなんじゃないかなと思って、なんか距離が近すぎたっていうかさ、そういうもんなんじゃないのかな、どうなんだろう、
だからなんか自分の中でその強制的にね、コメントを読まなきゃいけないっていうか、コメントを読むのが正しいみたいな、なんか間違ったルールを作ってたような気はするよね。それって本当に合ってたのかなみたいな。まあでもね、いろんな人がいていろんな考え方があるから、まあ自分でね、まあまあそういうふうに決めたんだから、自分で試してみるっていうのはありだと思うよね。だからこうリスナーが減るんじゃないかとか、アイテムが減るんじゃないかとか、コメントが減るんじゃないかっていういろんな懸念があると思うの。でもそれはだからもう素直に受け入れて、ダメだったらすぐ元に戻すと、コメント拾いますと、どうぞよろしくと、そう、手のひら返していこうと思うね。手のひらを返せばいい、すいませんでしたと、どうも。これからはかそったし、アイテムも飛ばなくなったし、ダメだったと。だから引退はしないと。コメントは拾って、いや宣言をすればいいんだと思うよ。これからは いやだから一回謝るの 一回謝るの。だからいきなりコメントルールね、コメントを読み上げてしまったらそれはおいはどうとないと。ただ自分からその自分で気づいた場合、いや辛いと、花火が上がらないと コメントも来ないと、なんなら閲覧3とかだと辛いと、生活も成り立たないと。だから俺はやっぱり読むと。やっぱり読む発言があった、俺が先にだよ。俺が先に、そう。俺が先に悪かったと。折れたと。やばいところもあるだと。ってなった場合は、そっからは、だからルール変更だよ。ルール改正だから、それは。ルールは守るんだ。ルールは守るけど、以上だから改正の余地はあると。改正をしていくと。だから今のところコメントはもう読まないっていう、もうその、すごい固い誓い。もうに、よ、読まんぞと。引退引っ提げて。ただ、まあ、俺が自らごめんねって、そう、悪かったわと。やってられんとなった場合は、ルール変更です。そういう感じでいこうと思ってる、俺は。まあ、テストだね。テストマーケティング。やっぱり、俺もご飯食べていきたいっていうのがあるから。やっぱり、その、もうバイトは無理だっていう決めつけてるから。32で雇ってくれねえなっていう、その辺は、意外と、ちょっと現実が見えてるというか、もう正社員なんて絶対ないと。まあ、派遣も厳しいと。じゃバイトはいけるのかっつったらもうアウトだと。で、土方やる体力はないと。ここしかないんだよね。ここしかない。あのね、世の中で一番信用できないのは俺の発言。俺は誰よりも俺のことを信じてるけど、俺のその発言は誰よりも信じてない。そこは絶対の自信がある。こいつは信用したらダメだっていう。そういう部分も含めて俺のことを信じてる。すごく気分屋だぞっていうところを忘れないでほしいね。すごく気分屋。気分だけで物を話してるから。そういう感じで今後もやってこうとは思ってるよ。
だから結果は蓋開けてみないと分かんないよな。1ヶ月後に、だからもしかしたらみんなが想像しないもしないような、あれってコメント呼ばなかったら大手だわっていうのもあるんだぜ。あれって なんでこんな閲覧多いのみたいな。コメント走ってアイテム止まんねえじゃん。だから成功パターンね。今ここにいる、なんか、誰もが予想しないパターン。あれって。ワドいつからこんなことになってたっけみたいなね。だ年末とか。俺がふわっちおすすめゴールデンタイム上位。っていうパターンが、俺の、だから計算。で、ダメなパターンは、閲覧3。アイテム、1日風船15個。とか、コメント、アクティブ2とかね。だから、もう、俺は、だから逆になんか、俺が面白くなることに限界を感じたの。もう疲れたのね。5年もやってると。もうネタなんかないの、配信会に。もう全力で、リスナーが面白けりゃいいや、と思って。コメント欄が面白い感じにしようって思って。コメント欄すげえみたいな。そしたらもう俺楽だから。すげえ楽じゃん。本人面白くなくても、いじられていじられて、あれ面白いみたいな。なんかそういう感じがいいなと思って。もう面白くなろうっていうのには限界感じて、もう才能ねえわと思って。じゃあ面白くしてもらう方に行こうかなと思って。だからよろしくね。頼んだよ。俺は信じてるから。君たちのコメント力。君たちの可能性。俺はもう、リスナーを全力で信じるって決めたから。もう大手にしてもらおう、みたいな。大手になろうとしてた。違う。もうそんな時代は終わった。もう無理だった。5年間やってきたけど無理。自力では無理。他力で行く。だってね、なんかね、あれだろ？俺より面白いんだろ？できんだろ？面白いやつなんか腐るほどいいんだから。大丈夫だよ。なんか面白いコメント書いてくれたら面白くなるんだよ。雰囲気で。だから、俺はもう、ただのデクノボーとかしたから。ただ、ひたすら、コメントを読まないで、部屋の中で、引きこもって、おしゃべりをする。なんなら、鋭いツッコミで、なんか、こう、新規を獲得。新規を獲得。っていう、好循環。好循環。そう、ゆとりスタイルだね。それでいこう。これからはだから、他力の時代だから。他力。いや、もう無理だね。もう無理だね。コメントは読まない。いや、だから、それが、だから、ビリーブだよね。ビリーバーになったんだよ、ついに。もう、俺を面白くするかしないかはリスナーだなっていう。リスナーが、リスナー、だから、俺は料理人じゃなかった。食材だったのね。勘違いしてた。あれって。なんで料理まずいんだろう、なんでだろうって。あれって、俺魚じゃんみたいな。取れたての野菜じゃんみたいな。やべえわ、包丁持っちゃダメじゃんみたいな。いや、ドリーマーの時代終わったんだよ。だから俺が夢見ててもダメなんだよ。リスナーが俺に夢見る時代。そう。それで行こうぜ。
いや減らってはない、正直俺の中ではそのなんかこう悟り、だからもうなんか見えた、完全に完全に見えた、完全に見えた、これから来るよ。でなんでかっていうとね、さっきからフォロワーめっちゃ増えてんの、さっきから不思議なんだけど、なんかねその閲覧減るぞとかフォロー外すわって言われてるけど、サイレントフォローが止まらないのね、サイレントフォローが。だからああそういうもんなんだなって、フォローしてくださいって言うとダメなんだなって、コメント拾わない方がコメント来る。ほんとさ、もうふざけんなよ、もうコメント拾わない方がコメント来るとかさ、何フォローしてくださいっつったらフォローしてくんないのに、フォローとかもう関係ねえわって、コメント読まねえわっつったらフォローが来るってさ、もうね病気だよこれ、もう本当に病気、病気。いやマジで増えてるからフォロワー、増えてます、はい増えてます。じゃあ行きますよ、今日のね、ちょっと待って、どれくらいかっていうと、どれくらい増えたか、さっきから計算するわ、ちょっと待って、今フォロワー確認するね、はいプラマイゼロです、はい、要は何も起こってないと。このこのゲームが始まってから、俺はフォロワーが増えたと思っていた。それはフォロワー増えましたよっていう通知が来るから、ただその分減っていた、わかる？循環、増えてはいる増えてはいるけど同じく減っていた。これがメタモルフォーゼ、そう、痛みを伴う改革ってやつ、だから数的には、あ今日通知増えたなって、あ新しい人が増えたなって思ったけど減ってもいたっていう、ただそれだけ。プラマイゼロ今のところはね、ただだよ、ただこう考え方を変えてみたら、考え方を変えることによると減る人数はもう決まってるわけですよ、わかる？ただ増える人数、プラス値、期待値で言うととんでもない株価が大暴落、そう、だからマイナスではない、明日からのプラスがやばい、いやいやそういうことでしょ、だってもう減るのはもうやめるわっていうのはもうそれはそうですかと、ただこっからの人はもうあれ面白いっていうね、来てる、っていう再評価、いやプラマイゼロです、綺麗にプラマイゼロです、はい、完全にプラマイゼロ、だからまあ変わらない良さっていうのもあるからね、変わらない安心感とかもあるから、俺は否定的に捉えてないよこのプラマイゼロっていう現象、俺は決して悪い現象ではないと思ってる、捉え方次第だけど、いけるって逆に思ってるね、あいけるって来てるって、めちゃめちゃポジティブだから今来てるなって心の中だよね、よしってよしよし、客の意見を聞くか聞かないかっていうのはさ、店主が決めることじゃないですか。で、コメントを拾うっていうのは、逆に言ったらその、
スーパーの入り口とかにあるカスタマーセンターのお客様の声の掲示板みたいなもんなんですよ。で、店長が丁寧に返信したりしてるけど、あれをやめた、俺は。あれをやめた。いろいろ、だからね、プラスプラスで考えていくでしょ、みんな。だから、今の自分があって、マイがあって、マイに、マイを、ミーに、こう、加点させていく方式。でも、俺は、スティーブ・ジョブズが言ってた、マイナスがいい、みたいなね。減らす技術。そうだから、そのコメント読むスキルとかさ、なんかあるじゃん、いろいろ。おねだり、アイテムおねだりスキルとか、もう全部減らしてシュッてさせたいの。クリエイティブな配信者になりたい。キリッてこうスタイリッシュ、日本刀、そう、機能美。だからそれでいこう、それでいこう、これで俺の価値は確定だよ。価値確。残念だよ。ねえ、いなくなってほしい生物とかいるじゃないですか。ゴキブリとかカラスとかネズミとか、わかります？いますよね。ゴキブリ、カラス、ネズミ。まあ、生命力強い。生命力が強いんだよ。そう、すごいよね。そういうところあるんだよね。死んでほしいのに死んでくれないっていうね。ジョブズがでも言ってたよ。夢の中で、おとといぐらいに夢の中に枕元に立ってたの。ステイハングリー、ステイフーリッシュって俺に言ってたよ。イエースって言っといたけど。イエーイって。ステイハングリー、ステイフーリッシュ。大事だよね。大事。いや、完全にジョブズだったね。タートルネック、背中に一世三宅って書いてあったもん、でっかく。一世三宅って書いてあった。ブロックはしますよ。はい。ブロックしますよ。はい、安心してください。安心してください。ブロックしますよ。いや、だからつまんないことは認めていかないとね、やっぱりね。面白くしてもらう立場に変わったから、進化したから、そう、認めよう、認めていこう。認めよう。変わっていかないとね。ブロック今600人、600人です。2ヶ月間で600行きました、はい、ありがとうございます。おかげさまで和道のブロックリスト600人を突破しました。この勢いだと、12月末までには1000人突破できそうです。頑張ります、頑張ります。全開放は怖えな。全開放勇気があるよな。全開放が多分配信界で最も、なんだろう、最もやばいクリーチャーは
和道アンチだと俺は思ってるね。最も恐れられてるっていう。僕はコメントは拾ってないですよ。僕はコメントは拾ってないです。全部自分発信ですから。あ、やめてください。全部自分の言葉でやっていきます。パクリ嫌いなんで、すべてオリジナルで展開してるんで、心の中から湧き出てくるものしか、表現しません。コメントは読みません。残念です。参考にはするっていうか、なんなら引用はします。コメントは読みません。ただ参考にするというか、がっつり引用をして、なんかこうオリジナル感を出して喋っていこう。ちょっとこう語尾とかを変えたりとか、ちょっと言い回しを変えたりして、私の言葉としてこう語っていこうかなと。そうすることによって、YouTube の動画を見てる人にコメント欄はこう映りませんので、和道のボキャブラリー半端じゃねえみたいなね、そういう感じでいきたいと思います。でもコメント読まれないといいでしょ、なんとなく。新しくない？読まれることにこう慣れてるわけじゃん。読んで当たり前みたいな。だから、その逆になんか俺に対するこう思い入れが深まってこない。あれ、読まれてえなみたいな。 ちょっと読んでくれよみたいなさ。来ない？ない？正直。正直で、和道に読んでもらわねえとしっくりこねえぜみたいな。ないの？ ないとしたら、仮にないとしたなら、それは俺の思い過ごしだったわ。仮にないとするなら。どうなんだろう。どうなんだろう。わかんねえ。難しい、難しい。気難しい。本当に。リスナーさんは気難しいね。気分がコロコロ変わるから。思春期の男の子だよ。本当に。リスナーさんは。こじらせてる。お母さんの気持ちわかるわ。本当に。ぐれかけてるよ。本当に。ぐれかけてる。お母さん心配。非行に走らないか。心配。心配ですよ、本当に。いや、俺もうだってこの後一旦寝る。やっぱり寝ることにする。仮眠を取らないと倒れる。仮眠取って今日の放送終わり。今日はリスワンとか、ていうか俺はもうリスワンも狙わないって決めてるから。リスワンも狙わないっす。狙うのはリスナーさんのハートをつかむっていうことだけに、もう本当にそれだけでいこうと思ってる。リスナーさんの心をがっちり掴んでいくっていう、それが俺のスタイル。
そうだね、ブランディング戦略みたいな感じだね、やっぱり。こう。やっぱりその、なんて言うんだろう。ほら、初恋の頃とかってさ、初恋ってさ、やっぱり、こう、すれ違えばすれ違うほど結ばれた時の、このドキドキ感みたいなのあるじゃない。だから、こう、あえてすれ違わせる。あえて、こう、重ならないということによって、こう、感動、何かその、そういう、イリュージョンを起こしたい、俺は。そういうの、なんて言うの？フェイクファーっていうの？そういうのをフェイクファーっていうの？わかんないけど。多分、使い方合ってると思う。そういうのをフェイクファーっていうんだと思う。そういう感じじゃないのかな。俺の英語についてこれないだけでしょ。それはね、ついてこれない人はついてこれないから。こんなコメントスキル上がると急に、なんかすげえな、なんか急にコメント欄が面白くなるっていう変な現象起きてるから なんなんだよ、コメント欄が進化しすぎだろ、自分の放送じゃないみたいだから コメント力がなんか2桁は上がっただろ、恐ろしいよ。俺はもしかしてとんでもない悪魔を召喚してしまったのかもな。世界を滅ぼすのか？ダークフォースか、これが。俺落ちた？もしかして。すごい、なんか、大手になることと引き換えに、なんかとんでもなく、ダークな力が宿ってないか？この枠に。そうなのか？どうなんだろうか。今来てるんじゃないのかい？和道放送。悪魔に魂を売ったって言われるね。悪魔に魂を売ったって。いや、悪魔はやっぱり、悪魔はすごい戦略的だから、じわじわ遠赤外線みたいな岩盤浴的な感じだと思うんだ俺、悪魔って。
じわ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 虫歯む、配信会を、じわじわ遠赤外線、悪魔のコメント力、聞いてくる。そのダークサイドに落ちないように、ワド、そっちに行かないで、ワド、このままだとあなた取り返しがつかない、やめてって言って、その囲いも強くなり、悪魔が悪魔を呼び、悪の大群、天使の囲い、やばいね、これ止まらないね、止まらない、止まらないよ、俺はとんでもない契約をしてしまったのかもしれないな、俺サイコパスみたいにはなってないと思う今、大丈夫かな、すごく不安、サイコパスっぽいのかな俺、だからね、ふわっちの橋本環奈っていうね、ポジションをかたくなに守ってきたけど、もっと小悪魔的な感じでいくからね、わかるよ、橋本環奈に戻ってっていうね、わかるよ、でも次のステージに行くためのこれは試練だからね、ちょっとね、やっぱりね、顔はいいんだけど体型がいまいちみたいなところはね、もう橋本環奈激似だからね、死ぬことは怖くないって言い続けたんだけど実はめっちゃ怖い、本当はなんならかすり傷一つ負いたくないと思ってるね、死にたくない、そう、めちゃめちゃ怖い、ただ死にたくない、死は怖くない的なポジションを求められてたから今までは、死を乗り越えた感じ、そこがそのやっぱりその中年のおっさんに響く感じがあったから、やっぱりこいつ達観してやがるみたいなね、こいつ32の若造の癖して死が怖くないだとっていうところがフックだったから、まあ、正直めちゃめちゃ怖い、めちゃめちゃ恐れている、なんならお化けも怖いね、少々短所っていう話がさあるじゃない、まあ話変わるんだけど長所短所、これね、そういうのやってないと思う、そう、二元論じゃ語れないと思う、そんな割り切れる世界じゃないと思う俺は、いいところと悪いところだけで人は見れないと思う、なんだかわからないところもあるし、
なんだか分かる気がするようなところもある。いろいろあると思う。だから2つ右翼左翼とかじゃなくて、もっとなんかこうふわっとした感じでいきたい。ふわっとした感じでいきたいね。だから任せるね。任せる。もうそういうのはわからないね。わからない。よろしくね、みんな。本当にありがとね。なんか大好きだよ俺、リスナーさん大好き。ありがとう。俺リスナーさんがいなかったらダメだったと思う。ありがとう、大好き。俺好き、リスナーさん全員大好き。みんな大好きだよ。コメント書いてくれてありがとう。大好きだよ。愛してるよ。みんな、みんなで幸せになろうね。みんなで豊かになろうね。みんながいるから俺がいるんだよ。大好きだよ。みんな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 大好きだよ。ありがとうね、本当に。何年も何年も何年も見てくれてありがとう。大好きだよ。いや何、俺は本音で生きることにしたんだよ。恥ずかしくて今まで言えなかった。俺はもう本音で生きることになった。大好きだよ、みんな。みんな大好き。愛してるよ、愛してるよ。これからもよろしくね。大好きだよ。なんで恥ずかしがらなくていいんだよ、みんな。恥ずかしがらなくていいんだよ。素直になろうよ。本当のこと言っていいんだよ。匿名だから恥ずかしがらなくていいんだよ。大好きだよ、大好きだよ。みんなの幸せを願ってるよ。ご飯おいしいね、風が気持ちいいね、会話すると楽しいね、出会えてよかったね。いや
もう俺は本音、もうすべてをさらけ出して、すべてをさらけ出して、俺は行く。大好きだよって。大好きだよ。なんで？恥ずかしいの？恥ずかしいの？大好きだよ。生まれてきてくれてありがとう。生まれてきてくれて本当にありがとう。大好きだよ。なんだよ、シャイだな。シャイだな。ほんと照れ屋。ほんとに照れ屋だから。なんでそんなに恥ずかしがるの？なんでそんなに恥ずかしがるの？好きなら好きって言おうよ。好きなら好きって言おうよ、もっと赤裸々に。愛し合おう。本当のこと言おう。本当のこと。本当の、本音で話そう。いや、分かった。本音が書けるんでしょ？狐枠って。言ってたじゃん。もう本当に、恥ずかしいかもしれないし、歯がゆいかもしれない。こそばゆいかもしれない。俺は、みんなのことが、大好きだよ。大好きだよ。もういいじゃん。なんだろうな。何じゃ、本気で嫌ってるの？俺のこと。本気で嫌ってるの？それ本気で言ってる？嫌いなの？嫌いなの？ちょっと好き？ちょっと嫌い？愛してる？好き？嫌い？難しいな、本当。本当に思春期だわ。本当に思春期の男の子だわ。わかるわかる。でもやっぱり好きか嫌いかって俺アイテムで測るもんだと思うから。俺はね、俺は、唯一その愛情表現が数値化できるものは俺はアイテムだと思ってるけどね。残念なんだけど。難しいね。愛とお金ってそっくりなんだよね。
いやもうその不思議だねっていう一般論のね、不思議だね。何、じゃあ嫌いってこと？好きってこと？どっちなの？何？好きだけどアイテムはしないぐらいの好きってこと？どういうこと？どういうこと？じゃあ好きか嫌いか花火でやってみようか。わかった、決定しよう。わかった、オッケー。好きか嫌いか、好きか嫌いかやってみよう。ワードを、のこと、き、じゃあ和道のこと好きかどうかやってみよう。和道のこと好きっつってね。で、花火一発につき、和道の好きポイント1。で、花火一発で、和道のこと好きポイント1減らせる。わかりる？花火で蹴りつけよ、もう。そうしよう。それがいい。そうしよう。和道のことか好きか嫌いか、ポイント。いや、花火で決めよう。花火でポイントアップと。で、花火で、マイナスにもできますと。だから和道のこと好きか嫌いかも蹴りつけよう、ここで。そうしよう。それがいい。そうしよう。俺もそうじゃないかと思ってた。和道のこと好きか嫌いか。このシステムがいいね。このシステムが。和道のこと好きな人は、好きって書いて花火あげてください。で、和道のこと嫌いな人は嫌いって書いて花火あげてください。いいですか？和道のこと好きな人は好きって書いて花火。で、嫌いって書いて花火。やっぱ花火が一番リアルだから。花火が一番リアルだから。こうしよう。いや、わかんないよ。わかんないよ、どうなるか。どうなるかはわからないよ。アンケートは怖い。アンケートは怖い。アンケートは非常に怖い。リアルに傷つく可能性があるから、アンケートシステムは。配信者、諸刃の剣だから、アンケートシステムは。わかりる？いや、アンケート、じゃ、いや、だってアンケートリアルじゃん。アンケートで、なんかアンケってリアルじゃん。なんかすごく。やるじゃん。これ嫌なの？これやめとく？アンケートする？アンケートがいいの？好きが嫌いか？いや、ビビるっつうか傷つくんだもん。傷つくんだもん。もっと楽して稼ぐ感じじゃないの？なんかこう。やるの？わかったよ、じゃあ。今回だけだよ。今回だけだよ、いい？ OK？ じゃあアンケートで和道のこと好きですか？イエスのね。
ね、クイックアンケート。あ、クイックアンケートじゃなくて、通常アンケートね。質問は、レイミチはどうのこと好きですか？で、はい、いいえ、出題します。はい、アンケートです。はい、アンケートです。アンケート行きました。アンケートの結果ってだってすげえリアルだよ。すげえリアルじゃん。なんか結構あれだぜ。傷つくんだぜ。じゃあみんなの予想書いてよ。どれ、何対何ぐらいになる？好き何嫌い何ぐらいなの？好き何嫌い何ぐらいの、なるの？ねえ。どんな感じ？どっち？みんなの予想。何対何ぐらいなの？好き嫌い。9割嫌いとかにはならないと思うんだけどな。どうなんだろうな。こればっかりはもうアンケートは蓋開けてみねえとわかんねえかんな。アンケートはわかんねえかんな。ちょっとトイレ行ってくるわ、じゃあ。本当にな、困っちゃったな、この流れは。困っちゃったな。ただいま。でもまあ、俺の中で一つ答えがあって、開封しないっていうね。開封をしないっていう手もあると思う。開封をしないで、あえて、想像する喜びっていうかね。秘め事。じゃ結果、あと100人いったら、あと16人いったらにしよう。切りよく100で。100だったらね、何対何が分かりやすいから、パーセンテージね。手は、洗ってますよ。はい。手絶対洗いますね。僕は清潔感の塊なんで。トイレした後手洗わないとか絶対ないですね。そういう育ちが、もうやっぱり家庭環境。布団めっちゃ綺麗ですよ。1週間に1回コロコロ必ずやるんで、めちゃめちゃ綺麗です。めちゃめちゃ手洗いますね。俺の予想は、
き3、嫌い7が俺の予想。好き3、嫌い7、好き3、嫌い7、意外と多いなっていう、好き意外と多くねっていう、俺は9も嫌いが起こるわけがないと思ってる。配信5年間もやってきて、そんなに嫌われてるやつが5年間も生き残れるわけがないっていう。結果はあと7人だね。開封はあと7人だね。保険かけてないでしょ。好き3、嫌い7がリアルな、いい線、いい線その辺だと思う、ね、3割のやっぱこれが黄金比って言われてんの、やっぱりその黄金率というか3対7の関係がバランス取れてる。そうだから好き7、嫌い3でもいいし、好き3、嫌い7、どっちでも合ってる。うん、どっちも合ってる。いや、あと1人回答数、あと1人だね。あと1人回答したら終わり。うん、ね、3対7が世界で最も美しいとされてる比率だっていう風に俺は思っている。いや、わかんない、俺の思いだから、それは知らない、うん、その統計的なデータとか全然見てない。俺はそう思ってる。7対3が一番いい感じだと思ってる。はい、開封します。はい、はい、終わります。いきます、ドン。うん、はい、ドーン。あったな、これな。うん、うん、微妙だな、本当に。微妙だな。35% が好き、嫌い65%。 うん、うん、なんかこう笑いゼロ。いや、まあまあ俺の勝ちじゃない。200人いて70人俺のこと好きって言ってんだから俺の勝ちだろ。いや、俺は今勝ったって思ったよ。200人閲覧があって、そのうちの70人が俺のこと好きなんだよ。勝ちでしょ。70人に好きって言われることありますか？いや、すごいよこれは。逆に言ったら70人に好かれてるんですよ。いやいや、70人に好かれてるんですよ。違う？勝ちでしょ。だから70人に好きって言われてんだぜ。逆にね。いやいや、すごいでしょ。70人に愛されてるんですよ。いや、勝ちでしょ。いや、130人に嫌われてるっていう、何言ってんのか分かんないね、正直。なんかそのフィルターがかかってるよね。そう、なんかその俺はただの偏見だと思ってるから、130人が嫌いってことだろみたいな、そういう言い方はない。70人に好かれてる、130人に嫌われてるわけではないと思うよ。俺はね。
何今日なんかすごいなんかこうきつくない？あたり嫌なことあった？なんか嫌なことあった？なんか今日あたりきつくない？ちょっと眠い。なんでそんないじめんの？俺のこと。なんで俺のことそんなきつい当たりすんの？なんでそんな、なんかこう、ケン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 すんの？ケン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 。ね、わかんない俺。もっと、なんかこう、ハピネスな感じでがいいんだけど。世界平和的なさ。もっとなんかこう、ハッピーになる感じにしようよ。ハッピーになる感じ。ラジオにしようか。そうか、顔が映ってること。なるほど、ラジオ放送っていう手があったわ。それは一理あるんだよな。それはある、それはある。コメントも読まない、顔出しもしない。だからマイナスの発想、マイナスの引き算、足さない。引き算。引き算だな。逃げではないでしょう。ラジオ配信っていう立派なコンテンツでしょう。ラジオ配信、イケボカテゴリー。違うの？違うの？難しい。もう難しいわ、本当に。難しいわ。難しい。難しいよ、本当に。気難しいよ、とっても。疲れがすごいね、ちょっとね。疲れが、疲労がやっぱ16時間配信でもうすぐね、18時間だから、ちょっと脳が回ってないね、脳が。脳を忘れてる。いや、違うんだよ。ちょっと時間の調整間違えちゃったんだよね。時間調整をミスったんだよ。
いやー、でもね、夕方にね、ちょっと用事があるから、ちょっと行かないといけないから、起きれないんだよね、一回寝たらね。そう、夕方に起きないといけないから。頭が回ってないね、全然。二度寝したら起きれないよね。いやいや、本当に用事ある。本当に用事ある。仮眠で起きられるかな。ちょっとね、夕方プライベートでね、イベントに参加というか、イベントに見に行こうかなと思って。参加じゃねえな、参加じゃない、イベント見に行きたいなと思ってて。のんちゃん起きてるかね、どうだろうね。まあでもこのまま起きてそのまま行くのが一番理想だな。やっぱ今日は絶対寝るわけにいかないもん。自分から行きたいっつったし、今日は絶対学びがあるはずだから。出演はしない。見に行く。見に行こうと思ってて。そうだね、外に出ちゃうっていうのもありだよね。で、外で時間潰しちゃいいんだよな。外でプラプラ歩いて時間潰した方がいいよな。そう、強制的に部屋の中にいたら絶対寝ちゃうわ、このままいたら。外配信は今できないんだよね、 Wi-Fi の環境がなくて。なんか誤解してる人がすげえ多いし、俺のんちゃんから1円もお金もらってないぜ。なんで俺のんちゃんの紐とかさ、言われるんだろう。どっから情報が出てんだろう。俺のんちゃんから1円ももらってないよ。まあね、ご飯、作ってくれて、俺が寝てる間に作ってくれた食材とかさ、そののんちゃんが買ってるし、洗濯物とかしてくれてる時はのんちゃんがコインランドリー行っててお金出してくれてるけど、それは紐とは違くねえか。なんで紐だと思ってる人多いんだろう。俺のんちゃんからそんな俺はないよ、全然。全然ないよ。普通だよね、別にね。なんで紐だと思ってる人がいるんだろう。のんちゃん、なんだろうね。のんちゃん、なんでのんちゃん、俺紐とか思わないけどね。いや、だから食費とか全部出してるよ。外食、食材買うのも全部、俺が買い物行くときは全部出してるよ。ただほら、俺が寝てるときに、あ、ご飯できてるよって言ったものは、ありがたくもらってるけどね。
のんちゃんからお金引っ張ってないよ。そういうの嫌いだもん。ありがとう。引っ張ってないよ俺は。建て替えた分もさ、その払うっていうのは、ちょっと行き過ぎてんのかなとも思うし、結婚してるわけじゃないから。あ、本当に紐してるんだったら俺紐だって言うからな。俺はその出すのが普通だと思ってるけど、なんかなんて言うんだろうな、なんか紐って言われるのはちょっと心外なんだよな。いやだから本当は自分の生活費は自分でやってもらいたいよ。俺だって生活厳しいわけだから、結構きついぜ、貧乏だから。家賃は俺が全部出してる、光熱費も俺が全部出してる。財布一緒にはしてない。だからプライベートのんちゃんのお小遣いはのんちゃんの、まあのんちゃんもそんなにお金持ってるわけじゃないからあれだけど、俺はのんちゃんの財布なんかいくら入ってんのかわかんないよ。何が紐なんだろうな。まあまあ言うんね。まあでもね、やっぱり明確に違うことは違うって言っておかないと誤解生まれるからな。のんちゃんにその車出してもらうときは月1回か2回だぜ。なんか結構紐なんでしょうとかのね、言われるけど結構びっくりするんだよな。いやさすがにさ、だってさ、そのタバコ代なんで俺が出すんだよっていうのはあるでしょ。タバコ代ぐちぐち言ってたやんじゃなくて、そのなんつうんだろう、いやなんつうの、いや食費もお互い出してさ、家賃もね、家賃まあ出せとは言わないけど、普通だったらさ、その家賃光熱費とかもね、普通に半分ぐらい出すんじゃないの。違うの。でタバコとかも完全に自分の嗜好品なわけじゃん。これがまあ俺は普通だと思うけどね。養ってるってわけじゃないけどね別に。どうなんだろうね、わかんねえな。なんかだから結構その金銭的にはきついよやっぱり。2人分稼がないとぐらいに思ってるよ俺は。
まあ同棲をしてるわけじゃないけどね、毎日その家に帰って数時間経ってね、こっちに遊びに来るわけだから、この部屋にいる時間の方がね、長いわけだからね。光熱費も全部払ってる、家賃も全部払ってる、食事もほぼ俺出してるよ。だから言ったのよ、最初の頃に。もうその駐車場代とかね、7万8万かかるぐらいだったらさ、って一緒に住んだ方が安上がりになるじゃんっていう話はしてるんだけど、ずっとそれはもう付き合った当初から言ってるんだけどね。いや、駐車場代が、だから駐車場代、ガソリン代にめちゃめちゃ金使ってるから、だったらさ、俺が6万出してる金とね、駐車場代、光熱費で出してる金でさ、まあ6万ぐらい払えるわけじゃん。だったら12万でさ、2人が住めるようなところをちゃんと借りての方がいいんじゃないかなとは思うんだけど、なんかダメらしいんだよね。まあ、しょうがないよな。いや、だから俺、紐ではないからな。なんで紐扱いされてんのかよくわかんねえんだよな。俺は免許持ってないから、運転するときはさ、のんちゃんなんだけど、別に東京に住んでたらね、車が必ずしも必要な状況じゃないとは俺は思ってるから。一回ちょっと真面目に言ったことあんだけどね、3ヶ月前にね、ちょっと厳しいって言って、その配信の売り上げ落ちて、その話があるって言ったことはあるんだけどね。まあパソコンもらったりとか、そのモニターもらってるところがたまにコメントで言われることあるんだけど、それは事実なんだよ。もんじゃにパソコンとかモニターとかもらったのは事実なの。ただ誤解があるのが、それ俺のんちゃんと付き合う前で、なんていうのかな、リスナーさんだった頃に、その1回とかしか会ったことなかったのが、1回か2回会った時に、そのプレゼントするよっていう形だったのよ。だから付き合って、そのパソコンとかさ、そのモニターとかもらってたら、いや紐じゃんって言われるの分かるんだよ。まあ、付き合う前、ガソリン代とか、まあ、俺が一緒にいて、例えばその企画とかでお願いっていう時は出したりしてるし、例えばドレさんが帰り送ってって言った時、ドレさんすごい丁寧な人だからさ、気使わなくていいのに、帰り最寄りじゃん、新宿と六本木なんて。その時3000円も渡してくれたよ。だからこれは、その礼儀だからっていう、いやね、いらないっすよって言ったんだけど、いやこれはって、そのいい関係築いていきたいからっていう、受け取ってくれって言ってくれて、お土産まで渡してくれてさ。だからなんだろうね、わかんねえよな。いや、かっこいいなと思ったよ。だから俺にもしてるってことは、多分みんなにもしてるんでしょう。だからミュウツーにね、交通費新幹線とかかかるから足りないかもしんないけど受け取ってくれっつって渡してるの見たよ俺。だからみんなにね、そういう気遣いができる人なんでしょう。
いや、かっこいいよね。いや、だって出会った時お金なかったとかじゃないんだって。ドレさん、飯行きましょうよって言って、正直な話だよ。ファーストキッチン、俺の方が稼いでて、俺全然余裕だったから出しますよって言って、一番安いの頼んでたぐらいなんだから、自分で。いや、自分で出すよっつって。そう、すげえ苦労してたんだよ。え、これって暴露じゃなくない？別に。なんか、これは別に暴露ではないと思うよ。暴露ではないと思うよ。むしろ、なんか、逆に知ってほしいところだけどね。いや、結構いるんだよね。のりこの紐だとか、のんちゃんから金引っ張ってるけど紐だとか。よく言われんだよね。まあまあまあ、人様からな、お金をいただいてることに関して言ったら、それはもう本当にその通りだからな。不特定多数の人からね、こうお気持ちいただいて生活させてもらってるから、それはまあ否定しようがないよな。そこは別にあんまり不満はないんだよ。ただまあ紐ではねえわ、間違いなく。どれと絡んでいいことがあるのかないのか。いや、いいことあるかないかじゃなくて、それってそのメリットがあるかないかっていう、まあ誰と絡む時もそうだと思うんだけど、なんだろう、メリットで考える？飯食って楽しいとか、電話して楽しいとか、なんか。なんだろう、居心地、だから、その、なんだろう、恋人とかもそうだと思うんだけど、普通になんか一緒にいて楽しいが、最高だと思うんだけど。いいことあるかないかとかじゃなくて、普通に会話してて空気っていうかノリじゃね？ノリじゃないよ。これはそういうもんだと思うけどな。
今日のイベントは、行こうかなと思ってるよ。普通に客として行くだけだけど、勉強しようと思って。誰かの遺産なんか当てにしたこと一回もねえわ。なんで他人から遺産が入ってくるんだよな。誰かの遺産が俺に入ってくることなんか絶対ないから。そういう考え方は根本的にないよね。もしそういうふうに考えてるんだったら 結構やばいやつだと思う。まずその遺産を持ってないと思うし、大前提として、配信者で遺産があるような人とかはいないと思うし、だから何か遺産を狙ってるとかそんなのないね。ないです。まあ、誰とつるむにしても楽しかったら一緒にいる、楽しくなかったら一緒にいないってだけだよ。あんまりそこは人間関係すごいシンプルだけどな。好き嫌い結構激しい方だと思うけど。のんちゃんにも遺産なんてないと思ってるから、俺は。まあ、例えばそのオレオレ詐欺の件にしては、まあその別に隠しているわけじゃなくて、誤解をされたくないから言いたいんだけど、その事実なんだよ、間違いなく。だからそれで嫌いとかそれで叩かれるっていうのは受け入れるよ。だってもうしょうがない、変えようがない過去だから。だからそればっかりはね、もうそこから俺は逃げちゃいけないと思ってて。だからまあ、いいんだよ。俺が叩かれるっていうのは、その、詐欺の抑止力になるから、騙されないっていうか、詐欺やったらこうなるっていう、テンプレートでいいと思ってて。俺はそこはもう、もう逃げられないっていうか、もう事実として判決が出てるもんだから。だし、リスナーにめくられたわけじゃなくて、俺から言ってんのよ。俺は逮捕歴がある、前科があるっていうのはさ。だからそっから逃げたらダメだと思うよ。なかったことにするっていうのは。ええ、検索したら出てくるよ。ヤフーニュースのトップに載ってるぐらいだから。一応、その去年の12月かな。去年、だからもう1年経ったのか。執行猶予明けて1年経ったね。ただまあ、でも悪いことしたっていうのは消えるわけではないから、それは。だから前科っていうものがあるから、それはまあしょうがないよ。
一応その被害者のおばあさんには手紙を書いて謝罪をしたいっていうのと、そのシャバに出るのがいつになる、刑務所行くと思ってたから、シャバに出るのいつになるか分かんないけど、返済するっていう手紙は書いてるのよ。で、その警察の人から手紙届けてもらって、警察の人が届けてくれた。要は刑事さんにお願いをしたのよ。おばあさん、被害者の方に会いますか？で、もちろん会ってるよって言って。で、その2ヶ月半入ってる中、2ヶ月目だか1ヶ月半ぐらいだか分かんないけど、要はもう刑務所行くって弁護士さんに言われて、あ、じゃあもう1個だけお願いできますかっつって、刑事さんに手紙を渡して届いたと。で、2週間後ぐらいに裁判始まる前ぐらいに返事いただいて、要はおばあさんが言ってるのは、要は会いたくないと、もう二度と。で、まあ気持ちは分かったと。ただ1個だけ守ってくれと。返済はその民事の訴訟に関しては主犯にその訴訟をするっていうことを言ってて、で、あなたがどういう経緯でこうなったのか、刑事さんから全部聞いてますって言われて。で、1個だけ受け入れてくれて、約束してくれっていう、おばあさんから言われたと、弁護。それは、その、お金の返済とかあなたは考えなくていいから、刑事事件で起こった判決は、その、受け入れてくれと。要は、もう、なんつうの、その、ぐだぐだ、なんつうの、控訴って言うんだっけ？上告みたいなのあるじゃん。じゃなくて、もう今回の裁判で罪をきっぱり受け入れてくれっていうことを言われたと。それでいいと。で、あなたはあなたでもう二度としないっていうことと、刑務所行きが確定したんだったら、まあそれを受け入れてくれと。どんな結果になっても。で、それを約束してくれれば、私はあなたの件に関してはそれでいいと。ただ、もう謝罪もいらないし、会う気はないっていう。それがまあリアルだよ。手紙なんて送れません。まあまあまあ、それも嘘って言われたらな。 まあ、それをじゃあどうやって証明すんのかっていう話になってくるからな。いや、だから詐欺っていうのはほぼ実刑になるんだよ。その刑事事件に詳しい人とかいたりとか、やんちゃな人だったらわかるけど、法改正がされてほぼ一発実刑なんですよ。いや、執行猶予って異例だよ。要はその接見禁止なわけじゃないですか。それでも返すのかっていう。どうやって返すんですか、会いたくないって言われてる人に。いや、向こうからしたら怖いでしょ。だから刑事さん経由で渡してもらったんだもん。だから住所が分かんないんだって、その人の。まあまあまあ、それがまあ今、まあまあ、それも嘘だって言うんだったらもうしょうがないよ。だからもうなんか、それを証明する方法がないから、手紙なんて出せねえとかさ、手紙も嘘、おばあさんの被害者もそんなのも嘘って言われたさ。だからその600万円の詐欺だったのよ。いや、そこも誤解があるんだけど、600万円俺の手元にあったのは2時間とかなの。要はその契約書と現金の入った封筒を受け取って、それを会社の人間に渡したの。それが詐欺だったの。だから俺1円も持ってないの、使ってもいないし。だから、その、俺が使い込んだわけでもなければ、その、なんつうんだろうな。
いや、それ振り込み詐欺じゃないの。俺が受け取ってるのよ。そうそうそう。いや、まあまあまあ、もうそれも嘘ってなっちゃうのか。ああ、だから報酬すらないのよ。そう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 。いや、だから年齢が、それが19歳が起こした20億の詐欺事件の一端の事件だったんだって、刑事さんに聞いて後から分かったんだけど、当時だから振り込め詐欺最大のグループの1個の事件で年齢が27歳だったから主犯だと思ったんだって。だからヤフーニュースでバーンだったのよ、ついに捕まえたっつって大本営だと。だからその後逮捕された人はヤフーニュースにすら載ってないのよ。まあだから罪は罪だよ。だけど、まあここまで話しても嘘だとかなんだとか、要はお金使い込んだんだろう、だったら返せよとかさ、その憶測で話が進んじゃうとさ、どうなんだろうみたいな。それはだから、実際反省もしてるし、約束は守らなきゃと思って、まあ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 、加害者の言いたい放題で、まあまあ、しょうがないよな。まあ、いや、でも、まあ、しょうがないんだよ、もう。嘘だって言われちゃっても、証明することがさ、できないし。いや、無罪になるとは思ってないよ。スロット配信はしないかな。のりこの金で生きてるんじゃないなら応援するよ。俺、のんちゃんから1円も受け取ってないよ。なんでそんな噂が広まったんだろう。俺、全然理解できないんだよ。なんかさ、憶測で話をする人が結構多くてさ、2ちゃんなのか、たぬきなのか分かんないけど、なんでなんだろうと思って。そう。いや、まあまあ、嘘っぽく感じると思ったら、もうそれは、ほら、みんなの受け取り方じゃん。で、そう思われちゃったら、ねえ、なんつうの、証拠見せろって言われてもね。まあ、そう言われちゃったり、そう感じたら、受け手のコントロールはできないからさ。まあ、しょうがねえよな。まあ、いいわ。まあまあ、汚点だよな、完全に。いや、信じるっていうか、まあいいよ。いや、もう完全にその人生の汚点でもある、失敗でもあるし、悪いことしたのは事実だから。だから俺が受け取ってなければ600万の事件なんて起こってないんだもん。それはもう確実なんだよ。そう。でしょ？俺が、おばあさんからしたら加害者なんだもん、完全に。俺がいなかったら、だって俺がおばあさんから金受け取ってなかったら、未遂で終わったわけじゃん。いや、反省、まあまあいいけど、信用しなくていいわ。詐欺以外にも捕まったことあるの。だから銃刀法違反と傷害だね。いや、だから会社をやっててね、俺が。で、俺の後輩が、要は人手が足りなくて困ってると、知り合いの会社がって言って。それがその事件だったの。だから信用のあるところで会社手伝ってて、営業手伝ってっていうところから来てんの。まあまあ、信用性ゼロならしょうがねえよな。いや、いいよ。信用できないっていうのはもうしょうがないもん。信用してくれっていう方がおかしいでしょ。信じてくれっていう。あのね、それは刑事さんととことん話し合ったの。
詐欺のつもりがある。被害者の目線になって考えてみろって言われた。被害者の目線からしたら、これは、そうね、俺は、なんだっけ、告訴状っていうんだっけ、あそこに書かれたのが、共謀罪っていうのかな。共謀って書かれてたの。で、俺は、その会社の人間の名前なんか知らないし、会ったこともないし、顔も知らないっていう。で、共謀はねえだろって。共謀って、お互いに悪巧みしてるわけだから、組織犯でしょっていうことを言ったんだけど、でもね、どんなに巧みに、最近のオレオレ詐欺って全部そうなんだって。要は、バラバラに、もう、組織図みたいな感じで、昔は、地元の仲間でやるみたいな感じだったらしいんだけど、もう分散化して、どこに本体がいるのか分かんないようにさせるんだって。で、例えば、携帯だけを仕入れ、携帯の、なんつうんだっけ、売り子だっけ、なんだっけ、携帯、ソフトバンクの携帯作る係、銀行口座を売る会社、なんだっけ、電話をかける人、受け取る人とか、もうバラバラなんだって、関係が。で、なんだっけ、なんだっけ。で、何の話なんだっけ。なんでそんなやつに頼まれて金を取りに行くの？だから書類も完璧に揃ってたし、お金も契約書もありますかって聞いて、おばあさんに直接あるって確認取ってんの、現地で。で、オレオレ詐欺って言うと、その会社は実在してたんだよ。信託受益権詐欺っていうの。あ、そうそう。で、被害者、みんなが被害者だった時に考えろと。要は、お前が知ってようが知ってなかろうが、お前がこれを行ったら未遂で終わったの分かる？って言われたの。言ってる意味分かる？あ、要は、知らないでやっていたと、知っているでやっていたとしても、人を殺しちゃいましたと。で、罪の重い軽いはあったとしても、被害者からしたら死んでるよねっていう。いやいや、警察ね。じゃあ、この話やめろよ。言い訳とか反省してないとかさ。だから、喋れば喋るほどさ、なんつうんだろう、反感を買うだけだと思ってんのよ。そう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 。反感を買うだけじゃん。だから報酬なんてなかったんだよ。報酬なんてないの、そもそも。いいわ。信じれねえとかさ、嘘をついてるって言われちゃ何も話せねえよ。で、言わせてもらうとするなら、刑事罰は受けたかなっていうな。刑事罰は受けたかなっつう。そう。社会的な制裁も過剰には受けたかなっていう。いや、もう二度とやんねえわ。2ヶ月半牢屋ですげえきつかったわ。いや、被害者じゃない。その話をしようと思ったけど、なんかもう心折れたわ。会話がつがね。まあ、簡単に言うと、被害者からしたら関係ないよねっていう。被害者からしたらその論理は通用しないよねっていうことよ。で、その通りなんだよ。被害者はもっと辛かった。その通りなんだよ。だから俺は裁判で起こったことを受け入れるって裁判所で言ってるわけよ。そう。だから刑務所でもし行くってなったら、その罪を償いますっていう。
そう。だから、まあ、だから、その、なんだろう。まあ、なんか、よく思うのが、その、うまい飯食って、うまみを持ったやつがいるんでしょ？ 20 億稼いで。で、その、使い込んで、ウハウハなのもいれば、その、だからね、やっぱりね、バカは騙されるんだよ。そう、頭いいやつが生き残るのが世の中だっていうのは、俺はそっから学んだんだよね。バカは騙されるっていう。だから、ちゃんと自分の行動には責任取らないダメよ。俺は被害者ではなくて加害者なの。俺は自分が被害者だとは思ってないの。なんで過去の過ちをここで言うわけ？バカでしょ。いや、コメントでやっぱあったから説明する義務はあると思うよ。自分の過去を否定するわけにいかないじゃん。だって、それこそ俺がさ、嫌いなのがさ、過去を犯したことをさ、いや、俺やってないよって、いくらでも言えんだもん。証拠がいくら出てきたもん。知らないって。そっちの方がさ、やっぱずるくない？俺はそんな犯罪やってないよっていくらでも言い張れるんだよ。でもそれってリスナーさん騙すって行為じゃん。違う？どうなんだろう。俺はそっちの方がなんか誠意がないと思うけどね。いや、俺は被害者ではなくて加害者ね。それは、それは間違いなく事実だから。まあ、叩かれるけどね。でも、それは叩かれてもいいと思ってんの。要は、犯罪を犯したらこうなるんだぞっていうのが広まるから。それでいいと思ってんの。犯罪自慢。犯罪自慢。え、俺の話を、今の話聞いて犯罪自慢に見えたの？わかんねえわ。俺はこれも罪を償う一個の行為だと思って自分の傷えぐってるんだけどな。それが犯罪自慢に聞こえるんだ。そっか。わかった。じゃあもう二度と話さないわ。そうしよう。俺は、詐欺だとかなんだって言われてももうやってないって言おうか、じゃあ。そうするよ。知らねえって突っ張るぜ。俺はその方が嫌なやつだと思うけどな。悪意の認識があったということですか。悪意の認識って何よ。人からお金取るんだったら自分の身入りに入れるでしょ。いや、俺はね、ここはね、向き合わないといけないと思ってるんだよね。どんなに叩かれても。伝わる人には伝わると思うから。別に俺が善人だとかさ、俺が正義の味方で俺が正しいなんてことを俺は主張してないんだよ。そう。明らかに俺が間違ってる過失なんだから。風船ありがとう。いや、何度も何度も説明してるよ。紳士的に向き合わないとと思ってるよ。なんでかっていうと、それを知らなくて俺のこと好きだって言ってくれてる人に失礼だから。だってそれ知りませんでした、裏切られたって思うもん。俺のこと好きな人だったら。だから、ある程度、その新規の人がいたら、俺はこういう人間だけど好きですかっていうのは、その大事なことだよ、やっぱり。その手のひら見せてちゃんと。こういう人間だけど好きですかって。そう。これはね、俺が犯した罪だから逃れられないんだよ。そう。俺はこういう過去に3回過ちを犯してますと。そう。
や、まあ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 ね、今だけ。まあバカだよな、すげえくだらないことしたと思ってる本当に、すげえくだらないことをしたよね。俺は、なんだろう。俺は、その、変な言い方かもしんないけど、まあいいか、それは。まあまあ、別にいいやつじゃないよ。いいやつではないよ。へこんでるっていうかね、まあまあまあしょうがねえわな、まあまあ苦手なのはしょうがねえな、嫌いとかな、それはしょうがねえな、いやーまあしょうがねえよ。いやもうこれはねしょうがない、いや、炎上ネタ好きではないよ、正直。正直、ポロッと、その、いや、隠してもしょうがないから、何でもかんでも喋ってんだよ、俺。要はそこは考えが浅いんだよな。頭で回ったことが、ポロッと喋っちゃうから、あ、前科あるよ、みたいな。え、どんなのって言って。いや、詐欺事件で、つって。調べてごらんぐらい言っちゃうから。深く話すだけ無駄だと思うけど、その、それもまたな、嫌なんだよな、リスナーをバカにしてるっていうか、ちゃんと話せばわかるっていう性善説を採用してるんだろうな多分な、いいんだよ、泣くとかじゃねえけど、なんかその俺もあの こっからじゃあ言い訳させてくれよ。今までの事実を客観的に述べたじゃん、淡々とこうだったんだよって。じゃあ今度弱音を吐かせてくれねえか、チャンスくんない、弱音を吐いていい、言い訳をしていい、俺は今の説明はなるべく客観的に事実を述べたつもりなの、自分の感情を込めずに、自分の込めずにね、で こっから先はじゃあ本音というかあんまり言わないこと、こっから先は弱音ね、弱音っつうか言い訳ね、いい？聞いてくれる？もしよかったら、聞いてくれる？聞いてくれると嬉しいけど、聞いてくれるかな、2ヶ月半さ牢屋の中にいてさ、その成田の田舎のね世間知らずがいきなり初めて関西の奈良の刑務所にとっ捕まって、で面会は2回、
2ヶ月半のうちで、初めて来た面会は1ヶ月半、当時付き合ってた彼女で、逮捕裁判の前に来てくれたっていう。で、俺は誰にも連絡をしなかった。手紙も書かなかった。2ヶ月半全く知らないところで、全く知らない牢屋でさ、すごく自分と向き合って、俺はその弁護士さんに、国選の弁護士さんに、もう実刑ですと、判例がないと。で、まあ1年半から3年は入るでしょうっていう。で、おそらくなんだけど、僕の予想は1年半は入ると思ってると、覚悟してくださいって言って、判例の、こんな分厚い判例の本があって、全部説明をしてもらって。で、1年半の実刑はもう、で、重いと3年。反省の色がなかったりとか、裁判官の心証っていうのがあるから。で、それがもうずっと最初の頃に言われてた頃。で、俺はもう腹をくくってて、要は1年半は入るから、もう誰かにコンタクト取ると迷惑がかかるから、俺はそのままひっそりと消えようとしてたんだよ。で、正直もう捕まる覚悟で腹くくってたの。そう、正直言うと。で、まあ、犯罪者かもしれないけど、奈良の警察署で、まあ、ポン中の人とか万引きの人とか、いろんな人を入れ替わって見ていって。で、普通拘置所っていうところに行くんだけど、拘置所がいっぱいで、いや、刑務所の中にあるんだけど、拘置所って死刑囚とかがいるところなんだけど、要は刑務所に行く手前なのね。俺は留置所に2ヶ月半いたのよ。で、いろんな人を見てきてさ、最後には一番長くいるから先輩みたいになって。そう。で、もう俺はもうダメだと思ってたけど、奈良の裁判所で、執行猶予4年って言って、えってなったのよ。もう2ヶ月半頭ボケてるしさ。で、そっから先もまた結構きつかったんだよ。執行猶予4年っていうのは、執行猶予で一番重たい刑なんだけど、要はもう要は、なんていうのかな、それ以上の犯罪っていうのはもう刑務所確定の。だから裁判所からすると、もう、なんて言えばいいのかな。去年の12月に執行猶予は解けた。実刑1年半、執行猶予4年っていう判決なのよ。俺は地元にも帰ってないし、地元の友達とかも連絡も取ってないし、この4年間で作った唯一の居場所なんだよ、本当に。配信が。自分の中でいろいろときついこともあったぜ。3ヶ月仕事が決まらねえし、
決まると思った仕事は新宿区民じゃないからダメです、で東京都民かの住民票がないからダメですってなったこともあったしさ、俺のせいだよ、誰のせいでもないよ、間違いなく断言できる、俺のせいだよ、ただそれを言うならね、被害者でもない人に叩く権利があるのかなっていうのは俺は思う、何も知らない、要は俺が600万を使い込んだと思ってる人、そのネットの情報だけで見た人にその執行猶予も終わった、罪も終わったわけじゃん、過去に犯罪を犯して間違いを犯したのは間違いなく事実だけど、ネットでコメントで言葉でそのリンチにする、未だにする必要はある、権利はあるのかなとは思うよ、俺は平気だけど、俺は多分これからもリンチにされるでしょ、俺は平気だけど、俺は少なくともおばあさんとは向き合ったぜ、何のための刑罰なのかっていうか、何のためのその法治国家なのかとか、そういうことはすげえ考えるかな、何のための裁判なの、いや関西の人すごく良かったよ、中にいる人で自弁みんな取るわけじゃん、地元だからお金もらうから、あんまんこうやって割って、こうやって食え兄ちゃんつって、すげえよくしてもらったよ、一緒に食おうぜつって、ありがとうございます、自己正当化がひどいって言っても別に構わないけどね、俺は犯罪者じゃありませんって言ってんじゃないんだよ、犯罪者なんだよ、俺は犯罪者だって認めてるよ、そんなこと言ってないよ、俺は勝手に歪めないでよ、勝手に歪めないでよ、俺は自分の罪も認めてるし、ね、犯罪を犯したっていうのを認めてるし、前科もあるって全部認めてるんだよ、ディティールも詳細も全部ね、そうで説明をして、それも嘘これも嘘、反省してない、まあまあ信用しないのはまあまあ別にわかるわ、信用しろとは言わないけど、好きになれとも言わない、嫌いなのもしょうがないと思ってる、ただその全部嘘なの何なのっていうのはちょっとわかんねえな本当に、まあ以上です、はい以上です、僕からは何もないです、
それは体験してみねえと分かんねえよ、うん、優しさも厳しさも体験してみないと分かんねえよ、うん、俺が今何と戦ってるか分かる人には分かるし分かんない人には分かんねえよ、うん、で分かんなくていいことなんだよこんなことは、うん、いやもちろんもちろん、あのその上で付き合ってくれる多くのリスナーさんがいるから、俺はその幸せだなと思うよ、うん、俺は本当に幸せだなって本当に思ってるよ、うん、それで、うん、分かったって、うん、俺は何と戦ってんだろうな、俺は何と戦ってんだろうね。あ、まあそうだろうな。いや、まあ自分と、ん、過去の自分と戦ってんのかね。うん。まあ、それで嫌いならしょうがねえわ。うん。うん。しょうがねえわな。うん。うん。もう、ね、しょうがないよ。うん。どうしようもねえわ。ペコ。ペコ。まあ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 、しょうがないでしょう。うん。今も詐欺師。いや、俺は別に詐欺なんかしてないからね。だからいいんじゃない、うん、俺は俺が正しいと思うことをやるよ、うん、俺は俺が正しいと思うことをやるよ、うん、ねえ、もうすごいシンプルなんだよ配信って、うん、好きなら見る、嫌いなら見ない、うん、もうそれしかないと思ってるから、うん、信用する信用しないっていうのも、もう信用も信頼もないと思ってて、俺は面白かったら見る、面白くなかったら見ない、うん、すごくそこになんかいろんな理由がついてくるだけだと思ってて、うん、だからまあまあ嫌いでも見る人もいるんだろうけどな、うん、
なんつうんだろう、まあ、いい思いもたくさんしてるからな。誰もやってないから見るってよ、180人も配信者やってて俺選んでくれてんだぜ。捨てたもんじゃねえだろ。ああ、誰もやってねえから見てんだよって、180人の中で一番選んでくれたんだろ。ありがてえよ。それは素直に感謝だよ。ああ、こんだけ番組揃えてんだから。いやもう俺はポジティブに生きてこうと思った。俺は、いや泣いても解決しねえもん。いやもう泣いたことなんか腐るほどあるよ。泣いても解決しないもん。泣いてもわめいても。いや、落ちるところまで落ちてるでしょ。去年まで生活保護にまでなってんだから。俺、日本じゃなかったら死んでたと思うよ、本当に。俺はこの国大好きだよ。気分屋はね、性分だから変わんねえと思ってる。変える気ねえわ。気分屋なんだよね。そこはもう、逆にもう、そこはもう、もちろん性分だわ。変える気ねえわ。それでも腹は減るからな。まあ、こんなもんじゃなかったぞ、ニコ生。なあ、みんな。こんなので叩かれてるっていうレベルじゃねえよな。むしろよく向き合ってくれてるよ、叩いてる中でも。話聞いてて揚げ足取ってんだから。こんなもんじゃなかったよ、本当に。思慮深くはねえな。いや、先進国はあるのかもしんないけど、俺は日本に生まれてよかったなって思ったよ。初めてその自分の部屋みたいなものを渡された時の安心感みたいなものって多分ね、その衣食住がその精神のその基盤になってるっていうのってさ、なかなかさ、体感することってないじゃん。ネットカフェ難民とかホームレスになったことある人、ちょっと手挙げてもらえますか？ガチでホームレスになって路上生活、もしくはネットカフェ難民になったことある人っています？多分ね、これはね、なってみないとわかんねえんだよな。やっぱ親がいるって、ね、家があるじゃん。そう。だからどんな精神状態になる？ある人いるんだ、50号さんで、ね。ありがとうね。そうね。ベッドに寝たとき、ああ、結構みんな苦労してんだな。あるんだ。これだから布団の中で寝るっていうね、ことを知らないとね、布団の中で寝るってどれだけ幸せかっていうかさ、ワドに生まれてよかったかどうか？いや、それは深い問題なんだよ。それは。それはね、すごく深い問題で、何度も和道っていうか、まあ島津孝光も含めてなんだけど、何度呪ったことか。本当に何度呪ったことかっていうかね。でもね、もう逃れらんないんだ。これはね、俺だけじゃなくて全員そうなんだよ、ここにいるみんな。何度自分の人生を呪ってさ、
金持ちに生まれたかったとかさ、イケメンに生まれたかったってみんな思ってんだよ。美女に生まれたかったとか、可愛く生まれたかったとかさ、お金持ちあるじゃん。それはね、別に人間全員思うことなんだよ。多分金持ちに生まれてイケメンに生まれても思うことだと思うから、生まれてよかったかっていうか、生まれてよかったと思わなきゃもったいねえと思ってる。もう、生まれてよかったとしか答えがないんだよ。そう。それが俺が出した答えも、もう、守るの、自分のことを守るのは、まず自分からだと思ってて、肯定するしかねえんだもん。じゃね？どんなにその自分の不遇を嘆いたところでさ、その自分のことをまず守るのは自分でしょ？もうそれは言うしかないんだよ。俺は俺に生まれてよかったっていう、そこがスタートライン。今幸せだよ。幸せに決まってんじゃん。彼女いるんだよ。配信で飯食えてんだよ。だってね、今度200人に相手にしてもらってんだよ。幸せじゃねえはずねえよな。めちゃめちゃ幸せだわ。本当、日本に生まれただけでもラッキーだし、そう。そう。こんな幸せなことねえわ。配信で飯食うとか言ってたよ。配信始めた当初は。俺、食えると思ってなかったからね、どっかで。いや、言い聞かせてたけど。じゃあ、あなたは前科者です。インターネットの環境はあると。何もやったことがありません。そう。さあ、あなたは今から配信で飯を食います。無理があるでしょ。どんだけラッキーなんだよっていう。どんだけ恵まれてんだと思うよ、本当に。どんだけ運がいいんだっていうか。まあ、これからのことは分かんねえよな。これからまたどん底にね、行くかもしんねえし。まあ、いろんな、そのね、その、ものがあると思うけど、俺は恵まれてると思うよ。なんかあったらうち来いよ。世話になるわ。いや、俺は本当に幸せだと思うね。これを不幸だって言ったら、俺を支えてくれてる人に失礼だわ。顔向けできないわ。俺不幸だわなんて絶対口が裂けても言えねえわ。そんなこと微塵も思ってないし、嘘でも俺は不幸だなんて思ってないし、のんちゃんに失礼だし、俺を応援してくれてる人に失礼だわ、それは。そんなやつが花火受け取る資格なんかねえだろ。この部屋で段ボールで寝てたんだよ。配信始めた時。この部屋で布団がなくて段ボール引いて、この部屋の真ん中に段ボール引いて、ね、持ってる服を3、4枚重ね着して、寒いって言って寝てたんだぜ。俺はラッキーだよ、本当。こんな人生あるのかと思うよ。DM？ あ、ありがとうございます。はい。いや、だからね、なんつうか、頑張んねえとなってね。まあ、好きなことやってんだもん。今は幸せだよ。元気だし。Who watch っていう。Who watch だった。受けが悪いからふわっちになった。ふわっち。だから吹き出しに書いてある。ふわっち。っていうか、まずドメインがふわっち TV だからね。まあ、ふわっち TV だったら外れてたろうな。ウォッチで見る、誰かを見るって意味。
黒いニット帽は今日かぶってくよ。お忍びで行こうと思ってる。あんまり声かけられたくないから、演者じゃないから恥ずかしいから、帽子深々とかぶってコソコソ後ろの方で見る。そうだね、まあまあまあ、みんなの居場所にもなって俺の居場所にもなって、だからこの前ね、白住さんっていう生活保護でね配信やってる人がいるんだけど、ふわっち白住さんっていう配信の人いて、たまにコメント打ってくれるんだけど、一昨日か前に俺すげえ泣きそうになっちゃって、配信中にグッとこらえて動揺を隠したんだけど、いや和道のその和道を見て、その生活保護でもその頑張ればなんとかなるしと思って俺配信始めたんだよねっていうコメント見た時にね、なんかもうすげえ感動しちゃって、なんかね、いやこれはわかんねえだろうな。俺和道を見て配信始めたんだよねって、なんかそのすげえなと思って、そんなこと言われたことなかったんだもん今まで。人の役に立てたっていうかさ、だってさ、クズじゃん。でもそのお前見て配信やったんだよねって言われたら嬉しいよ。そんなことねあるかと思って。あ、僕の放送全部僕の自慢話ですよ。さっきからお前の放送自慢話じゃないかって誤解があったので訂正させていただくんですけど、僕は5年間僕の自慢話をずっとしてきてるんで、はい、知らなかったの、全部僕の自慢話です。はい、あ、年取ると涙もろくなるっつうか、こうなんか些細なことにグッときたりするような。そう、いや認められてこなかったよ。だからよく言うんだけど、よく言うんだけど、わかんないよ。わかんないけど、みんなにね、学校の学年で一番になったことありますか？スポーツの運動会で一番になったことありますか？野球で甲子園行ったことありますか？バンドでプロになれた方いますか？学年で1位の成績だった人いますか？クラス、学年一の、地域一の美人だって言われたことあります？俺はなかったの。俺はそういうものが一つもなかった、今までの人生32年間、なかったの。ましてや200人の人がその見てくれる状況ってなかったの、人生で一回も。
一回もなかった、俺はなかった俺はね、だから俺にとってはすごく特別な場所なのね、今この場所が、俺にとってはその配信をやってると多くの人が俺のことを知ってくれているから、嫌いであれ好きであれそんなことは自分の人生でなかったの。だから俺にとってすごく大事な場所なんだ、そう、俺にとってはその人生で初めてそのリスワン1位だとかその人様の前でお金を払ってもらう興行で素人のケチな殴り合いかもしれないけど300人の前でイベントをさせてもらったりとか、街歩いてて声かけられたことありますか？ないでしょう普通の人生で、ないでしょ、俺はないよ、一回もないよ、そうだね。俺がそのちょっと配信向いてないところはそこなんだよね。要は個々の感想みたいなものを俺の否定だって捉えるところは俺にはあるね。多分自己愛性人格障害なんだろうけど、それは感じる。そんなに深く思って否定しようとか罵ろうじゃないんだよね。ほんとバカだなこいつぐらいの感情なのをすごく人格否定されてるように、あの俺が受け取ってるっていう部分は俺が向いてないところだよね、なんで俺の中に加納美香を感じてるんだよ。絶対俺の中に加納美香内包されてねえだろ、なんで加納美香さんみたいに髪の毛黒くしたらいいと思うと思う。なんで俺から加納美香感じてるんだよ。そのエッセンスねえだろ、絶対間違ってるだろそのアドバイス、いや分かんねえよ俺は。そういう分からないものと毎日戦ってるんだよ。なんで可能未可を感じたんだ俺に。生主塾、俺はでもその変な話だけど、配信でいろ学んでるんだよ俺の中で。そういろんなことを、なんかその特殊な世界なんだよすごく配信って。でも、心の底から俺は配信やってよかったなって思うことと、あの本音を言うと、何度死にたいと思い、何度アンチリスナーをぶち殺したいと思い、俺は一体何と戦ってるんだと、何度苦悩しイライラして寝れなくて、そう1万円振り込まれて絶叫し、何をやっているんだと。そしてね、いろんな人と出会い、彼女とも出会い、何なんだとこれは。でも、なんかこう、その、ドレさんとか、また、その、キテレツな、同じ苦しみを持ってるね、人たちとさ、
こうお話ができるようになったりとか、まあよくわからない。そう、我々は一体何と戦い、何と向き合い、そしてどこへ向かってるのか、いや何度死にたいというか、何をやってるんだと、俺は一体毎日何と戦ってるんだと、いや誰もわからない、そう、誰もわからない、リスナーもわからない、運営さんもわからない、配信者もわからない、そうだけど、まあ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 、すっかりすっかり住民ですな、みんなわからない、絶対戦士ではない、丸め込まれないからね、いやある意味戦士だわなっつってフォローになってない、多分世界中の歴史上の過去も含めて、今もやってる戦士の人激おこになるわ、こんな戦士でも何でもねえわっつってどれはおめえのこと嫌ってるぜ、わかんねえよ人の気持ちなんか、俺のこと言葉で好きっていうか嫌いっていうか、そういう心の探り合いとか疑心暗鬼にはなるかならないかとか関係ねえ、俺がドレさんのこと好きか嫌いかだけだと思ってるから、別に嫌われても構わねえわ、俺はドレさんのことが好きだわ、以上だよ、俺は自分の気持ちしか分かんねえから、俺はドレさんのことが好き、ドレさんが俺のこと嫌いかどうか分かんねえ、知らねえわそんな関係ねえ、一生元気だよ、うまくいってるよ今、ねえ遊び人レベル20になると賢者になるはずなんだけどな、今レベル何なの俺、遊び人、遊び人って賢者になれるんだよね、レベル20になると、今遊び人レベル何なんだろう、1なの、また来て、今何なんだろうな、まあ俺もちょっと風呂入ってイベント行くわ、ちょっと勉強してくるわ、勉強してくるわ、じゃあみんなありがとね、長くなってすまんね、ありがとね、お疲れー。コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう